気象庁は先ほど九州北部地方で春一番が吹いたと発表しました。昨日から今日にかけて日本海を低気圧が発達しながら進んでいます。この影響で南風が強まり、気象庁は昨日夜から今日未明にかけて九州北部地方で春一番が吹いたと発表しました。春一番とは、 立春から春分の間に初めて吹く強い南風のことで福岡ではきょう未明に最大瞬間風速11.1メートルを観測しました。